おいっすおいっすおいっすということで MC、はい、この、2022年、はい、8月1日、今日1日ですよ。なんと今日から、はい、MC と、はい、僕のある壮大な企画が始まります。それはね、何かと言いますと、はい、これはね、前から温めてたんですよね。そうですね、そうですね、はい。我々にはですね、日本、まあ、各地に仲間がいます、ね、で、いろんな仲間の方たちとこれね、はい、これ見たタンブラー、これで乾杯をしようじゃないということで、乾杯をしようじゃないかということで、はい、やりたいなと思っておりまして、なんと今日8月1日、一発目に1人、はい、お会いできます、はいはい、でその方と乾杯しようじゃないかということで、そうですね、はい、今回は、僕の地元兵庫県、はい、兵庫県は加古川市、加古川やってきております、はいはい、陣内智則とか上野樹里の出身地ですね。あ、はい、まあ、それを、日本全国でやっていこうという企画でございます、はい。まあ、その、ね、企画、題しまして、はい、MC やっとの仲間に乾杯ということで、もう何週間も続きますよね、これ。そうですね、はい、ね、これ本当に一大企画ということで、ぜひね、いろんな方出ます。そうです、はい、いろんな方出ますんで、基本 YouTube やられてる方が多いですよね。そうです、まあ、YouTube されてない方も、登場しますので、はい、これね、走行中救急車通るあるある、そうなんですよ。前も僕しんちゃん初めて電話してもらった時に撮ってたら救急車通ってやりました、はい、今日もですよ。このオープニングでまさかの救急車ということで、はい、まあ、これはね、仕方がない、仕方がない、はい、リアルを求めてくるんですよ、我々、はいはいはい、やがて一切ございません、はい、ということで、今日からですね、まあ、1週間に、1本ですかね。そうですね、M チャンネルと、はい、このクワットで、はい、こう上がっていきますんで、皆さん毎週何曜日かは分かりません、金曜日かな、うん、毎週金曜日、夜7時、はい、毎週金曜夜7時は M チャンネルとクワットやこちらでお願いします。お願いします。ということで、まあ、第1発目、来週ですね、はい、来週からスタートしますんで、まあ、西は、結構遠いところ、東も結構遠いところまで行きます、はい、ざっくりです、ざっくり、はい、まあ、そんなもんですよ、はいはい、ということで、まあ、何週間にわたるか、まあ、もしかしたら年内行くかもしれないです、行くかもしれないですね、はい、年内いっぱい行くかもしれないんで、まあ、それぐらいのことを、やっていきます。で、今日8月1日で一応8月14日ぐらいまでを目指して、はい、やっていきたいなと思ってますんで、最後まで、そして、最終回までね、ぜひご覧いただければなと思います。あ、今日はそんな感じで、はい、オープニングということで、はい、これで、まあ、告知動画みたいなものになってます。はい、はい、ぜひ皆さん来週以降よろしくお願いします。お願いします。それではさようなら、お願いします。指定された駅、JR 加古川駅ですね。もしかして、あれ？もしかして、あれ、もしかして、あれですか？そうです、僕、7時半に、はい、なんかいきなりある人を送るから、そこで待っててくれって言われて、今待って、いや、俺も一緒やねん。あ、かわいい。